フレームがこんなにも。どうしたらいいのでしょう。あなたは上が言っていた私たちを手伝ってくれる旅人さんでしょうか。ちょうどいい時に来てくださいました。実は今少し厄介な状況でして。ご存知の通り、現在ここでは姿の彩り祭が開かれています。姿の彩り祭では商品の展示即売以外にも無料で楽しめる娯楽がいろいろと用意されています。ですが本日それに関するクレームがたくさん入ってきたのです。ある集団がタヌキの顔出し看板を占拠していると。その集団はずっとそこを占拠しているようで、他の方が利用できなくなってしまっているんです。はあ、本当に困りました。もちろん交渉に行きました。ただこれらの設備はもともと皆さんに展示会を楽しんでもらうために設置したもの。原則として全ての方に利用する権利があり、使用時間も定められてはいません。だから彼らが違法なことでもしない限りは、あのようにずっと占拠していても我々にはどうしようもないのです。ですのでどうか交渉に行ってきてもらえないでしょうか。これらのクレームが解決されることなく九条様に知られてしまったら、私の今月の賞与金が水の泡になってしまいます。撮影看板を占拠するなんて、いかにもあいつがやりそうなことだよな。行ってみようぜ。ありがとうございます。彼らは広場の東側にあるタヌキの顔出し看板の近くにいます。あそこを見ろ、荒滝イットだ。それに荒滝派もいるぞ。やっぱりあいつだったのかよ。何してるか聞きに行こうぜ。最後尾はこちらです。よう旅人、バイモン、元気にしてたか。お前たちも姿の彩り祭に来てたのか。気が合うじゃねえか。やっぱり俺の目に狂いはなかったみてえだな。大人げないな。オイラたち、ある問題を解決するためにここに来たんだ。ほう、なるほど。解決したい問題、どんなことだ。俺たち新たき派が手伝ってやるぜ。へえ、お前たち新たき派が問題なんだよ。ずっとお前たちが撮影看板を占拠してるせいで他の人が使えなくなってるって天領奉行が言ってたぞ。ああ、それはそのなことねえんじゃねえか。話すと長くなるんだ。守る、説明してやる。へい、親分。事の始まりは2ヶ月前、俺たちが姿の彩り祭の開催を知った日のことだった。知っての通り、姿の彩り祭ではたくさんの文化的な本の展示と販売が行われる。賢明な親分はこういう機会にこそ出版物なんかを出して新たき派を紹介するべきだと言ったんだ。そうすれば俺たち新たき派のイメージアップにもつながるからな。しかも小金稼ぎになるから家計の助けにもなるって言ってたぜ。そこは肝心なところじゃねえぞ。むしろそこが肝心なところだろう。最初は時間にも余裕があった。2ヶ月もあるからまずは60ページ書こうって親分は言ったんだ。でも1ヶ月経っても1行しか書けてなかった。文章の質を保つためだ。明らかにズルズルと先延ばしにしただけだろ。だから計画していたページ数を減らして残り1ヶ月の期間で20ページほど書ければいいと思ってた。でもその次の日、親分が七星召喚っていう札遊びを持ってきてみんなハマっちゃったんだ。少ししか遊んでないつもりだったのに、気づいたらあっという間に半月が過ぎてたんだ。ほんと不思議な遊びだよな。
創作の題材になるものを探してたんだ。そんなの新たき派の宣伝と何も関係ないだろ。とにかくあと2週間しかなけりゃ出版物はもう間に合わねえ。だから親分がいっそのこと宣伝用の色付きページにしようって決めたんだ。そうすれば決まり文句だけ考えればいいからね。それだったらできそうだな。決まり文句ならすぐに思いつくだろ。そりゃあもう早かったさ。半日だけで30個も思いついたぜ。だけど候補が多すぎたせいで意見が分かれて、結局1週間経った頃にようやく決まった。で、印刷しに行ったら時間が厳しいってんで、高額の追加料金を払わないといけねえって話だった。俺たち払えねえ。物事は手間をかけた分だけ出来栄えが良くなるんだよ。急いで印刷したものには必ずボロが出る。俺たち新たき派はやるからには最高のものをやる。それが今回諦めた理由だ。おうよ、鬼でも人間でも一番大事なのは楽しいことだ。せっかくの祭りなんだから、野郎ども連れて楽しんの方がマシだろう。で、その楽しみ方っていうのがこうやって顔出し看板を占拠することなのか。いや、最初は飲み物を買うために親分が連れてきてくれたんだ。祭り限定のやつがあるって聞いてな。そうだ、しかも普通の飲み物なんかじゃねえぜ。セーリングブリューズ商店と八重堂が共同で開発したあの人気小説、お願い私の戦国寺に登場した飲み物さ。でも祭りに来たら俺たちの格好が個性的すぎるってんで係の人に止められた。元の格好に戻ってからじゃないと入れられねえって。あんだけ大金かけて苦労して手掛けたのに、あいつら町の景色に影響を及ぼすとか言いやがったんだ。とにかくそんなこんなでセーリングブリーズの屋台に行った時にはもうその飲み物は売り切れてた。悔しかったがどうしようもできなかった。でも帰り道にこの顔出し看板を見て、親分がせっかくだからって。それでここを占拠してるのか。公共の設備に選挙も何もねえだろ。これは公共資源の有効活用ってんだ。親分の言う通りだぜ。この顔出し看板を存分に輝かせてやろうぜ。こいつを俺たち新たき派と同じ生き様にさせてやる。1分1秒たりとも無駄にしちゃならねえ。うわ、崇高そうに聞こえるけど、学校に金をかけすぎてもう飲み物一杯分の金しかないんだぜ。本を買うには全く足りねえ。だとしてもお金がないからってこの無料の看板を占拠するのはダメだろ。他の人が使えなくなっちゃうじゃないか。まあそういう意見も道理に合わなくはないな。じゃあ早く出ろよ。お前たちも知ってるだろ、俺ら新たき派は名の通った大組織なんだ。この撮影看板を輝かせると決めたからには絶対にやり遂げなきゃならねえ。適当な気持ちで計画を諦めるなんざ筋が通らねえ。なもんは新たき派の威信に傷をつけちまう。だがもし俺たち新たき派のやり方でこのことを解決できるんなら何も問題はねえ。新たき派のやり方、おいら嫌な予感がしてきたぞ。だからよ、この俺様新たき天下第一一党と熱く燃える豪快な決闘をしようぜ。お前たちが勝ったらこの看板を譲ってやんよ。虫相撲こそ最適な方法。最近超強い鬼カブトムシを捕まえたんだ。俺様はそいつを暗黒悪魔と名付けた。だが惜しいことに俺様は今日暗黒悪魔を持ってきてね。持ってきてなくてよかったぜ。
だが決闘はどうすりゃいいんだ。困ったな。お、見ろよ、あれトーマだよな。あいつも祭りに来てたのか。トーマに決闘の方法を聞いてみようぜ。トーマならきっと考えがあるはずだ。トーマ、トーマ、こっちこっち。あ、旅人、パイモン。こんなところで会うなんてとても奇遇だ。展示会でタヌキの顔出し看板がすごく好きな人物が現れたって聞いてね。何しろ俺たちシャブ業が主催する祭りなんだから、そんな人物がいるなら会っておくべきだろ。その赤い角、俺の目に間違いなければかの有名な荒滝派の王様、荒滝一斗殿では。やっぱトーマのあんちゃんは見る目があるぜ。神里家の無敵騎士、俺様も以前からお前のことは聞いてたぜ。はじめまして。イット殿は実に褒め上手なお方だ。おお、この二人もう意気投合してるぞ。まさかイット殿と旅人がここにいたとはね。俺もギリギリ地元民と言えるだろう。何か困ったことでもあるのかい？遠慮しないで何でも言ってくれ。イットのことだ、こいつが。なんてことねえよ。俺たちはただ決闘の方法について話し合ってただけだ。ほう、決闘の方法ね。それなら一つ提案がある。姿の彩り祭での決闘なら奉仕活動対決にしてみないか。共に姿の彩り祭を盛り上げるんだ、どうかな。奉仕活動対決聞いた限りじゃ全く荒滝派の合議とは関係なさそうだが、点数で言うと2点しかやれねえな。1点は旅人、もう1点はトーマのアンちゃんのメンツのためだ。ちなみに親分の満点は100点っす。うん、確かにこの仕事には豪快さは必要ない。必要なのは忍耐と奉仕の気持ちだけだ。それに奉仕活動だからこれといった報酬もない。唯一セーリングブリーズの作品提携ドリンクが差し入れとして配られるのみ。確かに荒滝派の対面にはふさわしくないかな。少し考えが足りなかったよ。おい待て、今何の差し入れだって？お？八重堂とセーリングブリーズが共同で出した特別な飲み物だ。特に言うほどのことでもないが。親分、あの飲み物だ。これをやればあの飲み物だ。トーマのあんちゃん、お前は知らないかもしれねえが、俺様が言った2点、実は2点満点中の2点だ。なんせ俺たち荒滝屋は忍耐と奉仕でできてるんだからね。お前の考え全く豪快で熱く燃えるような案だ。まるで俺様のために作られたみたいだぜ。旅人、これで決闘しようぜ。先に奉仕活動を終わらせた方が勝ちだ。どうだ？さっきまで興味なかったくせに。この俺様、新たき鉄血第一とは曲がった人生をたどってきちゃいねえ。決闘やるって言ったからにはやるんだよ。目当てが飲み物だって他の人に知られたくないだけだろ。だったら俺が審判を務めるよ。奉仕活動の仕事はとても簡単だ。祭りで手伝いを求めてる人を助けてあげてくれ。届いた仕事の依頼を君たちにも配っておくよ。準備ができたら始めようか。どれどれ、一つ目の仕事は忙しい屋台主の手伝いみたいだな。屋台はこの近くにあるみたいだぞ。奉仕活動の人か。見ての通り何度も掃除しよう。悪いがそう
いざ勝負。いざ勝負。最後尾はこちらです。もう終わったのか、こんな熱心に。どれどれ、次の仕事は祭りのお客さんの手伝いだ。お兄ちゃん助けて。クジライ坊やま遊んでほ。祭りでは新しい手まり、新しい手まり。お兄ちゃん、お前に会う。中は悪いけど、あ、熱心に奉仕活動をしてくれてる人たちってのは君たちのことかな。疲れたでしょ。貨物を置いたらゆっくり休んでいって。シャブ業がセーリングブリーズに頼んで君たちにお礼として飲み物を用意してるらしいわ。実はこの豆乳もその原材料の一部なのよ。毎日新しいのを作ってるからとっても新鮮。そういえばさっき加工したての豆乳がそっちに届けられたから、あと少しで君たちも飲めるはずよ。うえ、セーリングブリーズの特製ドリンクの中には豆乳が入ってるのか。イットのやつ、豆製品は飲んじゃいけないはずだぞ。早くセーリングブリーズに行かないと。やっと着いたか。だが俺様はもうとっくに完了してるぜ。奉仕活動でも俺様は天下無敵だな。お前の負けだ。勝者の褒美であるこの特別な飲み物、セーリングブリーズ商店と八重堂が共同開発した、お願い私の戦国宮司の無敵ドリンク、早速遠慮なくいただくぜ。いやドリンクよ、いざ俺様の腹に。うまい、うまい。いや、確かにうまいが、なんかおかしい。親分、その飲み物、豆が入ってるらしい。はあ？親分が倒れた。早く医者のところに。どういうことだ、イット殿は豆製品がダメなのか。親分は豆アレルギーなんだ。まさかそんなことが。こうしちゃいられない。早く彼を連れて俺についてきてくれ。すぐに医者を手配する。大事にならないといいんだが。すまない、これは俺の責任だ。こんなことになるなんて予想していなかった。イット殿は俺に任せてくれ。彼が必ずまた立ち上がれることを約束しよう。だから君たちは心配するな。また後で。あなたのお友達さん、豆アレルギーだったのね。私の周りでは見かけないけど、確かに聞いたことがあるわ。うちの店が原因でこんなことになって本当に申し訳ないわ。よかったらこれを受け取ってちょうだい。豆乳を入れないで作った特製ドリンクなの。見たところあなたのお友達さんはこの飲み物を気に入ってくれているようだから。豆乳がないから味は少し違うけど、
よりお友達さんに合っていると思うわ。ささやかだけどお詫びの印だと思って、どうか持って行って。